ジェイドちゃん、今度一緒に酒でも飲まない？はあ、戦闘中ですよ。何を言ってるんですか、あなたは。いいじゃん、俺様、あんたに話したいことがあるんだよ。話をするだけなら別にシラフでもいいでしょうに。で、何の話ですか？わがままで向こう水で何かと暴走しがちな若い子の話。ああ、忘れちまってはいるんだけど、俺元の世界ですっごいやきもきしたような気がしてさ、なんかこう今ここにいる若い子とも重なる部分とかもあるみたいでさ、なんかモヤモヤするんだわ。うん、あんたならきっと俺様のこのモヤモヤを分かってくれるんじゃないかって思ってさ。ダメ？わがままで向こう水で暴走する若い人ですか。ふん、うん、まあいいでしょう。私もその話に引っかかるものがあるようなので。おう、話がわかるね旦那、俺様感激。その前にこのブール、とっとと片付けてしまいませんか。はいよ、んじゃ頑張っちゃいますか。はいはい、張り切りすぎないように。なお互いにね。